こんにちははシャークです、はい東京に来ました。GoPro を運用し始めて初めて外で撮ってる気がしますけれども、はい、今日は、えー、ちょっと昼から東京で、えー、仕事がありまして、えー、ちなみに午前中はですねちょっと休憩をしてました。なんでかっていうと、あのー、本当に昨日の深夜にあのメタコネクトがねやってるのかと完全に忘れててですね。 X の投稿を見てるときにあの西田宗隆さんがなんか西海岸にいるっぽいなってことはんとなく思ってたんですけどあれ、なんでいるんだろうな今回なんかの取材だったのかなと思ってよくよく考えてみたらあメタコネクトやってるじゃんっていうことをもう本当に完全にもう頭からスポンって抜けてたんですけどそこからちょっと急いでメタコネクトのライブ配信をちょっと見ましてないろいろとアップデートもあり新製品の発表もあり 新しい AI サービスのローンチだったり、それをこう一通り全部調べて、なんか AI とかに全部予約させて、情報整理してたら、なんか朝5時とかになってしまったというところで、はい、そこからちょっと軽く休憩して、あと動画の編集とかいろいろして、今、東京に行っているというところです、はい。ということで、今からお昼ご飯食べて、ちょっとまた次の仕事場に移動したいと思います。 はい、ということで、えー、とずに変な部屋からスタートしましたが、えー、今回の宿泊先です。はい、今回押上げの、えー、民泊のホテルなのか分かりませんが、はい、そういうところに泊まっております、まあ。アパートですね。はいいわゆる、はい、こんな感じのちょっと今風なおしゃれなアパートになります。はい、まあ、そんなに広くはなくてですね、こんな感じで、はい、まあ、ちょっとした机と、 あとも基本的にベッドでここがお手洗いとかシャワーが軽くある程度ですねはいでここはあの一番何がすごいかというと、まあ、景色でおそらくははいちょっとこんな感じですはい目の前がスカイツリーでございますはいもうほんと2ブロック分ぐらい向こうに押し上げの何て言えばいいんでしたっけなんかあの 空町かっていいうところがありますはい、そんんななんかアパートの一角ですねはいに今回は宿泊をしております多分ですけど、えー、と今週末はもう僕完全に頭から抜けてたんですけど東京ゲームショウの影響があるのかまあさすがになんか東京ゲームショウだから幕張だからこっちにホテル取るのかよくわかんないんですけどまあとりあえずあの全然空いてなかったとはいそんなわけでございます。 なので今日は珍しくいつもと違うところにまあ半分散策も兼ねてはいやってまいりましたというところです。ここから約、えー、4日間ぐらいかなはい押上げに滞在します、えー。途中仕事をしながらはい、えー、写真展に行きながらというところでまあ、ちょうどこの机があるから、まあ、今までと違うのはまあ、ちょっとそのカプセルホテルに泊まってもよかったんですけど今回ちょっとねあのー いろいろと立て込んでおりまして、あの動画の編集とかあのあるんですよ、自分のじゃないやつが,があってですね、なんかそれもしたかったので、作業がっつりできるスペースが欲しいなというふうに思ってたのと、やっぱここ最近、ちょっとどうしてもあの外をいる時間というか、あの動画回せてなくてですね、あのゆっくりちょっと喋れる空間が欲しかったというのがあって、まあそれもあり、なんかこういうアパートメントにはい今回は滞在することとなりました。 まあ東京こういうとこもあるよとはい探せばうんなんかここ今回初めてと思いますけど結構あの端っこの方でありますよだいぶ観光とかだったら別にいいと思うんですけれどもはいなんかその端っこの仕上げの方の終点の駅ですね半蔵門線近く歩いてあのもう本当に5分ぐらいのところですなので結構利便性も、まあ、半蔵門線の本当に終着駅ではありますけど利便性は 多少あるかなという感じがします。まあちょっとあの仕事でちょっと行かなきゃいけないところには多少遠いんですけれども、まあ行っかなというふうに思います。はい。というわけで滞在します。はい。ただいま、えー、時刻は夜の10時でございます。はい。先ほどまで、えー、と動画の編集をしておりました。えー、何の動画かというとテクノエッツさんの方の動画です。はい。そのちょっとショート動画を普段あんまり作らないんですけども、 まあこんな感じかなーっていうものをちょっとはい作っておりました。あんまり動画の素材がないので、そんなにクオリティ高く、えー、高いものは作れなかったかなっていうので、ちょっとなんかあの自分の中で若干妥協点を探しながら作ったと思うんですけれども、はいその打ち上がると思います。ということで、えー、今から、なんかね明日雨なんですけど、あの僕傘忘れましたよ。今回ね結構ねいろんなもの忘れちゃって急いで家を出たんで、あの傘も忘れたのと、あと、 ライトニングケーブルも実は1本家に忘れまして、はい、その関係でちょっとねなんか意外と物がなかったっていうのがあるんですが、まあ、とにかく明日、えー、昼から、えー、矢沢さんとデートです。はいで雨が降っちゃうので、まあ、基本的には室内で過ごすことになると思うんですけれどもまあ、途中の移動とかねがっつり雨が降ると思いますので、えー、ちょっと今から、えー、コンビニの方に折りたたみ傘を買いに行くのと、まあ、ちょっと いやショック的ななものを買ってこようかなと思いますちなみに、えー、泊まっているところの他のフロアはこんな感じです。これ入り口のフロアですねでも本当にあの外から見るとただここのアパートというかちょっと綺麗めのアパートにしか見えなくて僕がいる部屋はですね今こっちがあのスカイツリーじゃない方というか。はい の窓が見えると思うんですけども僕はねの奥に見えるあのスカイツリー側の方の窓がついている方の部屋に今回泊まっております。なのであのめっちゃラッキーでしたね。たまたま景観が良かったというところです。ちなみに言うと、もうあのお察しの通りすで、えー、に GoPro で動画撮っておらず、オゾンポケット3でいつもの通り動画を撮っております。さすがにあの夜はは無理だろうと、はい 夜は DJI じゃないいかと思いましてもう東京もだいぶ涼しくなってきて半袖で夜歩いて気持ちいいぐらいにはなってまいりましたちなみに今日のスカイツリーはえ赤が多めのライティングとなっておりますはいというわけで唐突に思い出したようにですねライカー Q343 って呼ぶらしいんですけども 43mm のアポズミクロンを えー、搭載した LIKA Q3 が、実はこの動画を投稿している日の10時から販売開始になるそうで、ちょっと一応あのカメラの部分だけのスペックを確認しておりました。まあ一応ですね、あのテクノエッジさんの方で、僕なんかカメラ担当がいない関係で、なんかカメラの情報だけ僕ウォッチしておこうかなというふうに思いまして、本当にあの Q3 と この技術仕様の部分をある程度比較しておこうかなと思ったんですけど、基本的にはやっぱりもうレンズが変わったっていうところですかね、が違うだけかなって今のところ思ってます。まあ、例えばその重さ的な観点でもちょうど重くなった。まあ、50g ぐらい確か重くなってるんですよね。なんで、まあ、なんか本当にレンズが変わった分重くなったかなみたいな。 っていうところである程度、あとは海外のもうすでに実機をおそらく提供させ、えー、してもらっている YouTuber とか、あのー、カメラ系の YouTuber の方々ですね、の動画をチェックしておりました。で、やっぱりここの名前が変わってる通り、本当にレンズが変わったのかなって感じですね。なんかそれ以外のところであんまりスペックが変わったような印象はなかったんですけども、あのデジタルズームのところとかも、 この焦点距離が合うように、この倍率は変わってるんですよね。例えば1.4倍とか。なんか1.4倍とかではなかった気がするんですよ、Q3 の時は。ただこれはもう単純に、焦点距離60ミ、mm、リ、75ミ、mm、リ、90ミ、mm、リ、120ミ、mm、リ、150ミ、mm、リっていう風なのに合わせて、単純に倍率が変化してるだけな気がしました。で、なんとなくその自分でも、まあ、ライブしながらちょっとこのスペック踏みって言ったんですけども、 43mm っていう,こうテーブルフォトが撮れるところから、まあ、75、90っていう,こうポートレートが撮れるところですね。ここの範囲と、えー、まあ120、150っていうところですかね。まあ、ここが例えばちょっとイベントごとで遠くを撮るみたいな感じですね。なんか想定としては例えば水族館に行ってイルカショーとかがあった時のなんかイルカをこう遠くから撮るみたいな感じのイメージをちょっと想像しながらなんか見ていたんですけども。なんかそう考えると 案外 Q3 よりかは、この43の方が、使用用途みたいなところは、結構想像しやすいな、というのが、全体的な印象でした。で、まあ、これ3.5倍のこの150ミリ相当ですよね。てかま、2.8倍の120ミリ相当の段階で、8メガピクセルぐらいまで、こう、ま、解像度が落ちるわけなんですよ。これ全部で6000万画素あるなんですけど、えー、ま、8メガまで、 落ちてる800万画素か。800万画素ぐらい。あ、800万画素。うん。八百万画素ぐらいになってるというところで、まあちょっと、だいぶ、あの、画像が荒いなっていう、まあ YouTube のサーバー用に、こう、レンダリングされてるんで、あの、生のデータ見てないから何とも言えないですし、っていうところはあるんですが、まあまあでも、うん。日常使いには全然耐えれるんじゃないかなと。 いうふうに思っておりました。であとは、こう、見ながらカズエンドさんとかがコメントしてくださったので、いくつか気づいた点としては、例えば、えー、外部録音との相性が良くなったこととかですかね。なんかワイヤレスん、ワイヤレス Go、んワイヤレス Go2 とかの類を、多分 USB を経由して録音できるようになるというところですね。レシーバーを接続して録音できるようになる。 というところですね。なんかこれは公式サイトを見ているときにも、一応なんか音声収録で外部マイク使えるようになるんだなっていうのは、実はちょっとなんとなく想像はしていて、ここですね。はい。この、あの、ロードのマイクとこう接続しているこの画面があったので、この画像があったので、なんとなくそうなのかなと思ったら、どうやらやっぱりちゃんと、えー、外部マイク ですね。が使えるようでした。まあ、ここにちょっとあの注意書きというかメモ書きで、外部マイクとの本体接続については、情報が確定次第行こんない予定です。というところで、まあ、どうやら使えるようです。はい。まあ、あの、Q3 の方は、アップデートファームウェアアップデート等で、こう、俺は対応していくのかな。だから単純なタイプ C は、こう、給電とかだけ、 じゃなくて、こういった音声入力にも対応するんじゃないかなというふうに思われます。だから、えーまあ、そうなると使えるマイクもある程度決まってきますよね。だから t y p e C でこう入力ができるものですかね。音声入力ができるもの等に基本的には用途は限られるんですけれども、なんかそういったものになるようです。はい。 まあ、正直なところ、作例がない限り、なんともという感じではありますかね。ただ全然、その、うん、誰が買うねん、みたいな感じではないんじゃないかなと。はい。そんなことをちょっとスペック表を見ながら思っておりました。まあ、ちょうど最近、あの、兄のカメラ選びを手伝ってた関係で、まあ、僕の兄みたいな人が使うとしたらどうなんだろうって考えたときに、 ま、値段はね、あの、たい確か、あの、B&H とかのサイトとかで、為替とかですね、来カ為替を計算して、一応金額を出したところ、108万とかでした。で、他の、例えばユーロサイトですかね、あの、オーストリアとかの店舗の、なんかちょうど値段が出てたんで、あの、ユーロ価格、来貨為替のユーロ価格で Q3 からちょっと計算してみたときに、A、43やっぱり108万ぐらい。 だったようです。え、てっきりこう、アッポーズミクロンを搭載することによって、例えばズミルックスの35ミリ相当から、えー、アッポーズミクロン、違う、ズミルックスの28ミリか、28ミリ相当から、えー、アッポーズミクロンのその35ミリとかを、こう、参考に値段見てたんですけれども、だいたいまあ15万ぐらいの価格差があるから、Q3 が1万、約100万なのでして、 レンズ分の差がけで15万だから115万かなと思ってたんですけど、どうやら108万ぐらいを収まりそうな感じが今のところ予想してます。まあ、この動画が上がってる、えー、4時間後ぐらいには値段が確定すると思うんですけども、はい。そんな感じの、この Q343 の情報でした。ちなみに、僕は買いません。 Yeah, I start to clap, and I start to clap. Some feeling good.